皆さんどうも、早見もこみちです。さあ、カウントダウンクッキングの時間でございます。今日は余裕ですよ。10分で冷やし中華。冷やし中華の中でも2つあると思います。さっぱりした醤油だれ、それとごま。これは今日は醤油かなっていう。暑いんでやっぱさっぱりしたい、これでいこうかなと思います。しかも、ちょっと男のなんか冷やし中華的な、なんか普通に盛り付けでもちょっとまあ面白くないって言い方もあれだけど、まあ、本当に普通になっちゃうんで、ちょっと僕のオリジナリティを入れたちょっと派手な感じにしようかなと思ってるんで、はい、でも作り方は至って簡単、これが10分できるんで、ぜひぜひお付き合いの方をお願いいたします。では始めましょう。よいスタート。よし、じゃあそしたら麺、この中華麺をもう茹でちゃう。2分ぐらいでできちゃう。そしたらその後はしっかり切って氷水で締めるという感じですね。であとフライパンなんですけど、フライパンにはこう油を流してちょっとペーパーで拭いてあります。卵を焼くので、卵を割って入れ、溶いていきましょう。流します。流したらもうできるだけこうやっても薄くね伸ばしていく。錦糸卵ですか？そうでございます。ここから細くしていきますからね。錦糸卵って難しくない？いや難しいよね。なかなかうまくいかない時もあるんで、だからこれは早めにやっておかないとさ、余裕持ってさ、後でやっちゃうとまた時間がああだこうだなっちゃうからね。で今何分経った？もう1分半。じゃああと30秒ぐらい経ったらもう麺の方はいい感じですね。卵はそしたらひっくり返す作業が大変なんで、もう表面しっかり焼いて、まあ、あとは余熱でもうここの上にある部分が火が入るんで、だから薄く。そう、火はまだ止めてないですね。火力が弱い状態で、よし、ちょっと外れやすくしたんでね。でこの状態にしておきます。ちょっと熱いんでね。よし、そしたらあとはいろいろと切っていく作業なんですけど、これだな、ハムだな。チャーシューっていう方もいるんですけど、それでも全然問題ない。ただ今日はこのハムでいこうかなと思います。これを細く、これぐらいでいいでしょう。それからきゅうり、あ、そうだ、麺、教えてくんない。ハムに夢中なし。おいでしょう。よし。冷水で。もう閉める。ここはね、ちょっと黙ってくる。麺を触るときはちょっと真剣にやらないと。よくこだわり。よし、でこれを、よいしょ。あ、めちゃめちゃこぼれてたじゃん。よし。
じゃあこの状態にしておいて、あとキュウリがあります。キュウリはね、斜めに切っていきましょう。斜めに薄く、食べて細くね切っていきましょう。こういうこう細く切っていく作業がね、ちょっと時間がかかるんですけど、これはもうしょうがない。冷やし中華はだいたいこういう感じだから。いや難しくないですよ。ただ気をつけて切らないとちょっと滑っちゃってね、切っちゃうこともあったりするんで。5分経過。あ、余裕じゃないこれ。なんかちょっといけそうですね。今日いけるでしょ。今日は調子いいですね。何今日は調子いいって失礼な。今日いいじゃないですか。いつも調子いいですよ。ほら卵もいい感じ。卵いいですね。でしょ。今日いいですよ。いいでしょ。だからそれいらないって今日は。これを半分ふいっ重ねて巻いていく。くるくるっとで滑らすようにして細く切っていく。おいいい感じ。今日はまな板とかも全然、ちょっとした邪魔が今日まな板とかも全然変えてないからね、いいんじゃないですか。でトマトは外して半分で、これをスライス。であとね、卵なんですよ今日。卵、ゆで卵、ダブル卵、ダブル卵で、うわ、しかもちょい半熟なね。これ嬉しくない？嬉しいです。いいでしょ。いやいい感じじゃない。3分だよ。残り3分。そしたらここで醤油とお出汁、砂糖、あれこれなんだっけ、お酢で白ごまを入れ、あとはちょっとごま油少しです。あ、お出汁じゃないね、ガラだね。そう、ガラ。あれこれお出汁だっけなと。うまい、いい感じよ。順調ですね。順調ですよ。ちょっとお玉がなかったですね。あ、だけど俺はもうここにもかけちゃう。そしたら直で、直でこうやってかけて、うわいい感じだね。さあ残り2分です。残り2分、もう余裕です。こうやって置いたら、そのね、向こう側にも置きましょう。そう、ちょっと具沢山が嬉しい感じで、まあ、ここら辺にきゅうりを置いたとして、でその向こう側にも置きましょう。卵いくか。じゃ卵はこっち。でしょ。ちょっとね、冷やし中華なんだけど、なんかこう麺が隠れるぐらいのね、
そしてのトマトだ。トマトは。スライスしたんでね。ちょっと間に。30秒。はい。いじったでしょ。いじってない、はい、マジで言ってる。あと20秒、はい、ゆっくりやってる場合じゃなかった。見てなかった。さあ10、やべやべやべ9、やべやべやべ、紅生姜で、紅生姜で、それから卵乗っけて3、2、1、完成でございます。いやどうよ、10分で冷やし中華。これがもっと雑にやればもう多分6、7分ぐらいでできたんじゃないかなって感じだけど、ちょっとボリュームのある感じなんで乗せるものが多かったんですけど、まあでもこの冷やし中華が10分以内でできちゃうっていうのは嬉しいですよ。いや、いいのができました。さあ、そしたら皆さん、今日は10分で冷やし中華が完成しました。頑張りましたんで、ぜひぜひね、あのチャンネル登録の方をお願いいたします。ではいつもに行きましょう。良い一日を。オッケー。ありがとうございます。いや、いいんじゃないですか。行きましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそんなに時間をあのかけなくてもいい料理だから、かかんない料理だから。そうなんですね。うん、まあ、ちょっとだけ盛り付けこだわっちゃったけど、はい、だけどなんかやっぱこの季節これ簡単にできるし、なおかつこうさっぱりしてるから、もういいのができたね。ちょっとまあ今日は成功ということで。今日は成功ですね。いや、今日は成功。今日じゃねえ。今日も成功。今日も成功ですね。うん、失礼しました。じゃあ次もお願いします。次もお願いします。